さん、奇跡と申します。本日はね、ドンキホーテで爆買いしてきました。前回もね、実は爆買い企画でドンキホーテさん出させていただいたんですけれども、今回もね、同じように爆買いして、前回よりもさらにパワーアップして買いに行きました。総額万円でございます。過去最高、ドンキホーテで一番お金使った動画となっておりますので、よかったら最後まで見ていってください。それでは、いざ買った商品カモン。うわうわあ、待って、これ無理。伝わりますかね、これ。こんなに買いました。やばいでしょ。すごい、めっちゃ買ったんです。動けない。すごすぎて。まずね、じゃあ分かりやすいものから紹介していこうと思います。で、一つ目は照明を買いました。これでね、もっとね、クオリティの高い TikTok や YouTube の動画が撮れたらいいなと思ってます。これ見えてると思うんですけど、すでにハンガー1個は普通のハンガーで、もう1個なんか滑りにくいタイプのちょっといいハンガーです。で、マスカラをよく落とす化粧落とし用の液です。大量のスープたち。テレビ出演に向けてめっちゃダイエットしてるんですけど、スープ系とかはね、飲むようにしてて、スムージーとか青汁とか、こういうコーンポタージュ系をね、お腹を膨れさせるために、1日2杯までは OK にしてるので、大量に買っておきました。ダイエット中に飲むものが欲しくて、バナナオレとイチゴオレを買ってみました。ネイルケア用のネイルオイルジェル。これね、もともと使ってたやつですごいお気に入りなので、皆さんもぜひおすすめです。クレンジング。化粧落としもね、一緒にできるようなやつを買いました。マーカル使ってるやつでお気に入りのやつです。リップクリームたち、蜂蜜と抹茶2個買いました。前回の動画でもね、紹介してるので、よかったら前回の動画も概要欄から飛んでみてください。ナチュラル無添加スイートチェリーの香りリップクリーム、これもね、3つ買いました。100円だったので安かったです。ほうれん草とトマトのスープも出てきました。椿のヘアマスク、ルルルンの青のパッケージと赤のパッケージ、赤い方が濃密保湿なので、お肌の保湿をしてね、テレビにちゃんと出たいと思います。ダイアンのシャンプーとリンス、もうこの匂いが一番好きやし、一番いい匂いやと勝手に思ってます。シャンプーの減りが早いので、シャンプーは2つ、コンディショナーは1つにしてます。桃の紅茶、これめっちゃ美味しそうじゃない。誰逃れあけみさんプロデュースのまつげ美容液です。 D-UP のアイライナー、オールインワンゲル、豆乳イソフラボン、これめちゃめちゃいいなと思ってるので、よかったらみんなも使ってみてください。これが朝までずっと潤います。いつも使ってるのはビトゥインの青、普通の硬さの歯ブラシです。ニベアのクリーム、体に主に使ってます。みんなさ、ボディクリームってさ、どのタイミングで塗りよる？あれってお風呂から出た後やとちょっと遅くて、体を軽く拭いて浴室の中で塗るのが一番効くらしいで、よかったらやってみて。私もやってるから、やった結果これですか言うて、やめときな、いじめだよそういうの。こっからはね、私の大好きな柔軟剤ゾーンになります。トイレット掃除用ペーパーみたいなやつです。2種類買いました。じゃん、これ全部柔軟剤、重たい。買いだめしようと思って、もう多分しばらく外出ないです。アロマジュエルです。これもね、全部で6個買いました。ここら辺の匂いがすごい。お出かけの時とかにもね、使えるような香水を買ってみました。ホワイトムスクのね、香りがするちっちゃい香水です。ラスト、ボディーソープです。いつも橋本環奈ちゃんのやつ使ってるんですけど、雑多に使いたい時にバシャバシャ使えるので、気に入ってるボディーソープです。はい、以上となります。今回の総額、なんと4万円超えです。やばい。買いすぎちゃったなーって思いながら、自粛するためには買いだめも大事やと思って、今回はたくさん買ってきました。私もこれ買ってるなーとか、これお揃いやーって思ったそこのあなた、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。概要欄には Twitter や TikTok のアカウントも書いてあります。ぜひぜひフォローしといてください。第1回ドンキホーテの買い放題のリンクも概要欄に貼っておきます。それでは、またぜひ次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイチョロリーン。